皆さんこんにちは、Bレジェンド鍵谷です。今回はですね、2018年17年もですね、アーノルドの方、優勝されました湯浅選手にお越しいただいております。で、弊社の DVD にね出ていただくということでですね、今回 DVD の内容もちょっと詳しく聞ければなと考えております。湯浅選手、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。DVD、撮影進めてるわけなんですけれども、なんかこうホームトレーニング向けだっていう内容は、お話を伺ってるんですけれども、具体的にどんな内容っていうのは、中身はお聞かせいただくことができますか。まずプッシュ系、上半身プッシュ系で、構成された内容を、まず上半身のプッシュ系、そうですね、プッシュ系なんで胸、肩、あと上腕三頭筋ですかね、それをまず、組んで、そのあと別でその足とか背中とか二頭筋のものの内容で分かれて、作っております。で、上半身の前面後ろ面みたいな形になっているということですね。なるほど。その、プッシュでいうと、自宅でホームトレーニーでいうと、胸だったら例えばベンチプレスっていうのがマシンだったら、ジムだったらイメージ湧くんですけど、ホームトレーニングだったらダンベルプレスとかを活用するとか、そういうことですか。そうですね、ダンベルだったりチューブ、使って、あとはその強度っていうのがどうしても限られてきますので、そのあたりを、自分のちょっと経験から、いかにこうね、軽い重さでもというか、効率よく筋肥大させるために、メニューを作って、そのあたりもご紹介させて、いただいております。重量が足りない分、テクニックによって、そうですね、より効かせると、はい、なるほど。なんか例えば、どこの部位でもいいんですけど、なんか一つ具体的にこういう感じでやって、負荷を上げてるよっていうのがあれば聞かせてもらえると嬉しいんですけど、基本的にやっぱり筋肉をつけるっていうのは、やっぱりその負荷を上げていくっていうのと、その筋肉内のその環境っていうんですかね、その運動時間を長くするっていうのがやっぱりポイントになってきますので、今回その強度っていうのは限られてるんで、その運動時間をいかに長くしていくか。なるほど。例えば、例で言うなら分かりやすいところだとスーパーセット、2種類を連続でやったりとか、ですね、あとサーキットというかジャイアントセットとかもそうですし、あとはそのフォームをちょっと変えて、1セットを長くするようなことを取り込んでいます。じゃあ、ちょっとスローにすることによって負荷がかかり続けている時間を長くするというよりもボリュームを結構持たせることで、運動時間を長くするというような感じになっているということですか。なるほど。下半身とか他の部位っていうのも、同じような感じで進めてらっしゃるわけですかね。そうですね、基本的にその強度をやはり自宅でやるっていうのはね、なかなか難しいので、基本的にはそのさっきおっしゃってみたスローもそうなんですけど、そのセットの組み方、ちょっとそのいろんなのに応用が効くような形の、内容にしていければなと思ってますね。なるほどね。じゃあちょっとその DVD じゃないかもしれないんですけど、普段岩瀬選手がトレーニングされるとき、基本はジムだと思うんですけど、例えば時間がないとか、今回のようにコンテストに出られるときのホテルとか、ああいうところで、チューブとかで、試合の前のパンプアップなんかもそうだと思うんですけど、そういうときも、今回のようなやり方をされることもあるということですかね。そうですね、時間ないときとか、もちろんその家でやるとか、その出先ですよねっていう時は、やっぱりそのいかにこの、運動時間長くできるかっていうのをフォーカスしてやるので、回数を多くしたり、その今回 DVD でやってるようなそのテクニックとかを使ったりして、自分の、トレーニングに当ててますね。こういうホームトレーニーの方は、こういった形でされて、ジムと併用される方の場合でしたら、例えばどういうところを意識されるといいですかね。もちろんその今回のトレーニングというのはダンベル使ってますし、チューブも使ってるんで、もちろんそのままジムで、普段のトレーニングの中にも生かしていけるような内容になっているので、当然ね、ホームトレーニーで初心者の方ではちょっと言ったらきつい内容も結構入ってるので、逆に言えば結構トレーニング上級者でも十分対応できるような内容も、内容になってると思います。なるほど、それ面白いですね。結構例えば自重であったりとかダンベルであったりとかチューブでっていうので言うと、どうしても重量が軽いがゆえに、もう上級者は
もうまあアップ程度の感覚になりがち、ね、感覚としてなりがちですけど、まあ、それでも上級者でも結構負荷がしっかり与えられる、ね、はい、なんでそのスピードのコントロールもしっかりですけど、そのセットの組み方、動作のフォームの何て言うんですかね、動かし方で、はい、強度を高めるような感じにしています。ダンベルだったら大体最大の重量で今回収録されるのは何キロぐらいのダンベル？一応10キロぐらいまでは10キロですか、はい、使ってます。ただ、なるほど、自分がやってる時とかもそうなんですけど、3キロとか5キロっていうのもあって、うん、それでも結構十分そのターゲットに、はい、刺激がいきますから、うん、あの初心者トレーニング始めちょっと慣れた方でも十分きつい内容になってると思いますね。なんか肩とかだったらまあ3キロとかでもまあまあ分かるんですけど、はいはい、例えば胸とか足とかだったらもう3キロ5キロ、まあ、まあ10キロだとしてもまあかなり軽いように感じるんですけど、そうですね、なんでそのあたりもあえて要はフォームを変えることで高負荷を持てないようなフォームっていうんですか、なるほど、はい、することによってまあ10キロでもまあ十分きつい、はい、ね、内容、はい、まあ、フォームや軌道を動かす軌道によってより負荷が高い、はい、なるほど、そうですよね。でもまあ自重でもスクワットで普通の重量持たないただのこうからのスクワットもそうですけど、シシスクワットになるとまあいきなり負荷が強くなりますしね。そうですね。そういう考え方ですね。そうですね。なるほど、よくわかりました。あの、なんか他にあの今回の DVD の特徴っていうのはありますか？特徴、まあ、なかなかこういう何ですか、自分がこうトレーニングのパーソナル以外でこうオープンにするのって正直なかなかないんで、まあそのあたりの細かいなんていうんですかね、ところをこう伝えてるつもりなんですけど、まあ、伝わればなと思いますけど、そこがまあ皆さんに見てほしいというか、はい、伝わればと思ってますね。まあ、ご自身あれですもんね、普段から自分の中で感覚でやってる部分とロジックでやってる部分が結構両方 ねミックスされてるけど、でもそれを人に伝えるとなるとロジックでかつこう客観的に理解していただける表現をしないといけないから、普段よりも深掘りすることになりますね。そうですね。まあ、よくそのホームトレーニングの方だったら、まあ、自宅で一人でされるからこうモチベーションが続かないっていう方、まあ、テンションがこう上がらないっていう方もよく聞くと思うんですけど、そういった方にはまあどのようなアドバイスはありますかね？そうですね、正直あの自分はトレーニングとか、ね、しててそのもともとコンプレックスっていうのが、まあ、あったのもあるんですけど、太ってたんで、あ、はい、なんでトレーニング自体こうモチベーションが下がるっていうのは経験したことないんですけど、はい、もう常に高い一定というか高いというか、はい、ただ周りの人はやっぱり結構そういった悩みを、はい、抱えてたりもしたりして、でもそういった人たちはやっぱり例えばまあ一緒に自分とトレーニングしたりとか、まあ、それこそ同じ空間でやるだけでもモチベーション上がりますみたいな ね、うん、言っていただけるんで、まあ、そういう視覚的な、はい、刺激っていうのは、うん、まあ、結構モチベーションにはなるのかな。なるほど、はい、じゃあまさにまあ今回撮ってるのが、まあ、岩瀬選手と一緒にトレーニングしようっていうコンセプトなので、はい、だからまあこれ見ていただくと、はい、まあ、そうですね、一緒にね見ながらやってもらうっていうのは、はい、まあ、それ自体が、まあ、多分こう体もそうだと思うんですよ。僕もさっきからそうなんですけど、もう体見てテンション上がってるんですよでけえなーと思って、それまさにテンション上がりますよ ね、はい、それを見てそのフォームを見て、あ、こうやってでかくなるんだっていうことも感じながら一緒にやってもらうっていうのはモチベーションアップにもいいかもしれないですね。そうですね、はい、なるほど、わかりました。まあちょっとね、まだまだお話聞かせていただきたいんですけれども、まあ、この続きはね、まあ、DVD の本編の方で、さらに詳しく、ちょっと今僕もあの話を聞いてて、はい、10キロでそんなにできるのかなって思ってるんですけど、ちょっと後でね、はい、こっそり聞かせていただきたいなと考えております、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。